こんにちは、柴田です。パンクおじさんにお邪魔いたしております。はい、どうもです。こんにちは。こんにちは。はい、たびお邪魔させていただきました。ありがとうございます。とんでもないです。今回ですね、はい、僕のチャンネルが結構ギターを学生の頃やってたんだけど一回やめてて、で40歳ぐらいになってまたやり始めたりとか、あと40歳で初めてギターを触るとか、で、まあ、ずっともう軽くは続けてたんだけど今1本しか持ってないので2本目を借りたりとか、っていう方々結構いて、まあ、相場が 7,8 万ぐらいを皆さん望んでるんですよ。へえ、やっぱそれお財布事情かな。そうですね、やっぱりお子さんがいらっしゃって、まあ、趣味に使えるギターはまあそんくらいかなっていうところで、なんかおすすめあったら教えていただきたい。ね、楽器のこと全く詳しくないんですよね。メーカーの楽器そうそうそう、もう 部品のことですもんね。そう、なんか構造とかその仕組み的なことは詳しいんですけど、はいはいはい、その商業的なところに関しては全く知識はないんですよね。終わっちゃうじゃん。以上です。でもあなたって得意じゃないですか。まあそうっすね、7、8万ぐらいですよね。7、8万ぐらいで、例えば、はい、まあ、3、4万のギターを買って、はいはい、ピックアップ交換するとか、あ、そういった方法でもいいですし。でもさ、3、4万だったら中古だよね。うん、そうだね。3、4万で新品は結構厳しいかもしれない。そうですね、そうですね。あと、吊るしで買っても、結局はちょっとなんていうんですかね、あの状態がやっぱ良くなかったりすること多いから、あのやっぱフレットが減ってたりとか、例えばその横バリが結構出てたりとか、はい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 、新品でもネックが反ってたりとか、結構多いんで、なんか個人的に一回そこの調整するっていう前提はなんかリペアに出してって思いますけどね。それか本当信用できる楽器屋さんで買うっていうのは結構重要なような気がしますけどね。まあ中古だったらね、あのファンコイさんで買ってもらえばいいんですけど。そうっすね。ちょうどね、ありますか。ないんすよね。あ、フェンジャパいいっすね。フェンジャパが75,000円、はい、それはいいっすね。まあうちの場合だったら中古でしかも調整して出すので間違いないんですけど、まあね、必ずしもね、あの地方の方とかいらっしゃると思うんで、そう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 、通販とか、まあ今だとメルカリとかっていう方がいらっしゃると思うんですけど、メルカリとか危険ですよね。危険ですよね。正直相当危険だと思う。分かってる人以外はやめた方がいい。うそうですね。あと僕らが大好きな H から始まるところはなかなかたまにハードル高い時あるよね。あ、そうだね。だ H のところはさ、専門家がいるかどうかにもよるよね。そうなんだよ、それが一番大きい、だから僕らみたいに自分でちょちょってできる人はいいけど、そうじゃない人は結構厳しいところはあるよね。あのなんだろうな、トラディショナルなところで行くんであれば僕はやっぱりあのメイドインジャパンのフェンダーの、はい、でも10万近くするんじゃないの。いやでももうちょっと安いんじゃないかな、10万切るやつとかあるんじゃないかな、ジャパンハイブリッドとかあったら 7,8、はい、万とかで買えるんじゃないですかね、はい、で、そうですね、新品でも。なんか僕の印象だと昔のフェンジャパって結構トラディショナルのが多くて、なんかその R が 7.25 できつかったりとか、フレットが細かったりとかするんですけど、最近のやつは結構なんか弾きやすいようになってて、まあ、楽しく弾けんじゃないかなと思います。印象的にはなんかそういうのが多いかなと思いますけどね。不次元とかはどうですか。あ、いいんじゃないですか。不次元は7、8万ぐらいで、不次元もいいし、まあでもバッカスとか、ああそうですね、あの辺、はい、しっかりしてるかな、バッカスのハンドクラフトも多分7、8万だと思うんですけど、結構いいですね。奥さんはなんかそういう意味で信用が結構うん、あるんですけど、フェンジャパーとかだと連想系がめっちゃ弱くて、とにかくスイッチとジャックがすぐ壊れるかなっていうのが印象ありますね。今違うんじゃないかな。今変わってる、結構変わってるかもしれない。今変わってるかもしれない。あの四角いやつでしょ。そうそうそう。一瞬で壊れるからね。僕個人的には結構 G&L 推しで、ああ、はい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 、物によってめちゃめちゃいいんですよ。ああ。G&L ってインドネシアとかインドネシアですね。がまあ6、7万で買えるんですけど。確かに。
ただ本当に触ってみないと、ものによってはもうバリがびっくりするぐらい、インドネシア製バリ多いっすよね。すごいですね。本当大根おろせるぐらいのバリがあるんですよ。でもたまに当たりで全然ない綺麗なものがあったりとかして、あれが良かったですね。プレミアムシリーズっていう不次元かな、不次元ですね、作ってた、国産ですもんね。 GL のが良かったですね、結構、うんうん、本家よりいいんじゃないかっていう、本家もトラブル多いからな、ピックアップもいいですもんね、あれ確か。じゃあプレミアムシリーズって USA のピックアップ使ってんじゃなかったっ、あ、そうです、そうです、同じですね、材も同じで。じゃあいいじゃん、結論出るこれ。まあでもこの前のPRS の SE とかもまあ良かったし、はい、はい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 、ですかね。まあちょっとね、うちのホームページ見てもらって見物を探してもらうか。そうっすね、なんかそういう質問線にみたいな人がいればいいのよね。これどうですかとか言うたら、これはいい階段とか、結構いると思うけどね、いっぱい。でもそれがどれが正しい人なのかがちょっとあれだもんね。だからこの間ちょっと試した動画があって、バーニーの5万円のレスポールカスタムに、あのダンカンの号泣と JB を乗せて、はいはいはい、何年ものですか、最近ですか。2010年ぐらいのものですね。でもう一個の引き比べの方が、エドワーズの、まあ、10万円とか12万円ぐらいの JB と高級が乗ってるのが、はいはいはい、まあ大体中古でこう価格がまあ1万ぐらいのいいところになって、まあ、音も結構面白いような感じの出来になってたんで、え、いいっすよね、その辺は。うん、それが一番遊びやすくていいのかなと思って、あのトラディショナルかつそのコスプパフォーマンス高いっていうか、うんうん、損しない感じですよね、うん、なんか、うん、勉強にもなるしみたいな、うん、そっか、え、あの、そっか、それ、え、7、8万くらいなんだろうってその辺が、うん、あ、そうだよね、なるほどね。まあでもね、だからシーバーさん周りで言えば千葉寛さんもあるわけだし、確かに確かに、マイスターもいるわけだし、あとは僕らもいるわけなんで、うん、まあそういう信頼するところで聞くのが一番いいですね。ですね、うん、そうですね。C2C はやめて、メルカリとかやっぱ怖いよ。だから、うん、メルカリが一番怖いっすよね。メルカリはね、やっぱ俺さ、なんかあの、あれ前言ったかもしれないけど、任天堂スイッチを買ったのよ。そしたらこんくらいの段ボールに、こんくらいですよ。段ボールに緩衝材なしで、スイッチ本体ガチャガラガガランガランの状態で送られてきて、いや、メルカリやばいな、すごいですね。いや確かにね、ちょっとメルカリは怖いね。怖いね。偽物も結構ありそうだし、ね、あるめちゃめちゃある、めちゃめちゃあるからね。あと言うてね、 HOF もね、たまに偽物あるからね。あるやっぱそんなにプロじゃないから、うん、あんまりちゃんと検査せずに買っちゃったりとか、中身総入れ替え系ですよね。総入れ替えとか、うん、やっぱ中国ギブソンとか受けたりとか、そう結構あるんだよな。俺一回これまずいと思って注意したのは、時計が一回 G-SHOCK で、うん、明らかに偽物の時計がその新品の値段、新品というかその本物の確認ってて、それはもう店員さんにこれ偽物じゃないですかって言ったら、まあちょっと気をつけなきゃいけないなというところですね、うん、信用できるお店で購入をという結果になりました。そうですね、うん、難しいですよね、楽器は。ご視聴ありがとうございました。あっさり。どうもありがとうございます、はい。